皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日の白レポは四半世紀高級リゾートホテルと題しまして、グランドプリンスホテル広島をレポートさせていただきたいと思います。はい、こちらのですね、グランドプリンスホテル広島は西武鉄道のグループの株式会社プリンスホテルが運営しているホテルになっています。プリンスホテルといえばですね、白レポではかつてプリンススマートイン恵比寿という新築のホテルがあまりにも備品がなくて IT 対応も実際はされてなくてコスパが悪いということで評価を C にしてしまいましたが、そちらのプリンスホテルの第2弾という形になってます。ちなみにこのグランドプリンスという名称はプリンスホテルの中でもさらに上級の施設に対して設定されたブランドということなので、まあ期待半分、まあただ一方で、ね、もう25年経ってるホテルということもあって、不安半分という形で訪問させていただきました。まあ、今回ですね、広島に行ったので、まあ、夜はですね、地域共通クーポンを利用して、美味しい広島風お好み焼きをですね、食べてからチェックインしたんですけども、このお店の情報を一番最後に載せてますが、もう夜だったんですけども、まあ夜でですね、まあホテル自体はそんなにこうライトアップされてるっていう感じではなかったんですが、エントランスを一旦入るとですね、すごく広々としたロビーにクリスマスイルミネーションがバーって広がっていて、で、クリスマスミュージックが流れていてですね、なんかとっても素敵だったんですね。はい。ということで、お部屋のですね、紹介ムービーをご覧ください。はい。こちらがですね、7階のエレベーターホールになってます。エレベーターがなんと 1,2,3,4,5,6 個もある。ここのホテル500室以上あるんですよ。ということで、今回泊まらせていただくお部屋は割と分かりやすい737、こちらですね。はい、なんか入ると皆さんには伝わらないけど甘い匂いがします。これは何の匂いだ。はい、ということでですね、下は、なんか結構昔のホテルこうだった系のカーペットですね。グレーの、シンプルなカーペットになってます。そして右側にカップがありますね。コーヒーないね。煎茶とほうじ茶が入ってるような感じですね。はい、そしてその下が冷蔵庫になっていまして、これはどこの冷蔵庫だろう。なんかこれも古いな。はい、すいません、これ採用さんの冷蔵庫ですね。はい、ということです。すいません、アイスだけ買ってきちゃって、今アイスだけ先に入れさせていただきました。そしてその隣に、おお、なるほど、ここに、ハンガーがあって洋服がかけるようになっていて、下にスリッパがあります。すごいね、これもなんかなかなか年代を感じますね。で、左側に、姿見という感じですね。で、お部屋がこんな感じです。なんかすごいね、なんか不思議な感じ、なんていうのかな、木目調でありながらちょっと赤もデザインに入ってるみたいな感じで、ちょっと不思議、すごいなんかすごい不思議な感じがするのが、多分高さがねすごい低いですよね、このベッドの高さがね。なんでなんか不思議な感じですね。はい、でこのベッドは今回ツインで、どうだろうな、一つのこうベッドの幅は1メートルか1メートル10センチぐらいですかね。で、お、ミネラルウォーターは入ってますね、サービスで。で、ここに部屋着ありますね。この部屋着はですね、1枚物ですかね、1枚物っぽいですね。はい、ということで、もっと進むと、なんかこのね、三角形の不思議な家具があって、そこに、テレビがあります。三菱のテレビですね。はい。そんなに大きなテレビではないです。はい。そして、ここに、丸いテーブルと、先ほど申し上げた赤い椅子があって、こっちの化粧台みたいなところにも赤い椅子があります。そして、不思議な、こう、ね、このライト、そして上にもまた不思議なライトがありますっていう感じですね。で、ここに、鏡があってですね、あ、鏡って言えばなんかね、姿見もそういえば入り口のところにありましたね。で、ここにタイガーさんの、ポットと、それからここに、シャープさんのプラズマクラスターがあります。
なんかこのテーブルすごいですよね。なんか一見オフィスのあれじゃないかみたいな、あのね、引き出しの感じですよね。これ何か入ってんのかな。あ、入ってないですね、特に。お、なんだこれは。脳の活性化、パズルにチャレンジしませんか。不思議ですね。はい、そしてここにでっかい開口部があります。ここはおそらく、面白いレバー下に行くにしたかったらになってますが、おそらくこれが窓になってると思うので開けてみたいと思います。せーのよん。おお、どうだ、皆さん見えますかね。ちょっと電気明るいから見えないかな。結構多分ね、これ相当開けてると思います。ただごめんなさい、今ね、あのちょっと部屋が明るいのと、あんまり広島そんなにこうね、なんていうかな、高いビルとかないからそこまでね夜景ってわけでもないですけどね。はい、で全体を見るとですね、こんな感じになってます。はい、ということですね。以上です。はい、それではですね、グランドプリンスホテル広島のベッドチェックです。はい、こちらツインのお部屋なんですけども、このベッドはですね、幅が 110cm、 高さが低くて45cm 弱ぐらいなんで、膝よりちょっと下ぐらいな感じですね。そしてこちらが今日の部屋着でございます。一枚物でちょっと生地が柔らかくて色もいい感じですね。はい、ここ残念ながら助走ができないので、このままジャンプして飛び込みたいと思います。せーのやばい、まともに行っちゃった。あ、でもなんか思ったよりスプリングしてないかもですね。なんかちょっとね、古いとすごいかなと思ったら案外普通でした。はい、以上です。はい、こちらのですね、集中コントロールはライト以外になんと音楽も聴けるようになってます。昔はですね、こんな感じで、例えばこれオンオフなんですけど、チューニングってやるとNHK になったり、このね、ラジオが FM になったりとか、すごくないですか。 BGM 数タイプあります。お、海の音だ。で、これはクラシックと。昔はすごいですよね。まあもちろん音はステレオではなくアナログです。はい、それでは水回り見てみたいと思います。せーの、トン。お、なんかいきなり飛び込んでくる、なんか西洋というか地中海のような色が、このタイルが可愛いですね。おー、すごい。なんかいきなりでも真正面にトイレがガーンときますね。このトイレどこのメーカーだろうな。トートか、トートですね。そしてちょっと顔つっちゃうからあれだけど、ここで見るとでっかい、一面にでっかい鏡になってますね、洗面台。これ結構昔だったら結構すごいと思いますね。これは斬新だったと思います。そしてパナソニックイオニティの、すいません、ドライヤーと、あとは、アメニティですね。アメニティは歯ブラシ、コットンセット、それからボディタオル、コーム、ヘアブラシ、そして、ヒゲ剃りと、これなんだこれ。シャワーキャップですね。はい。で、こちらの、ソープがですね、プリンスオリジナルですね、サラヤさんの OEM ですね、っていう感じになっています。そしてもう電話があるんです。すごいですね。で、昔ね、高級なホテルはね、この電話があるのがね、高級な証だったんですよね。なんかあった時に安全というね。はい、で浴槽こんな感じです。まあ浴槽はね、決してあのそんなモダンな浴槽ではなくて、色もね、あの昔のような色ですけど、悪くはないと思います。シャワーもあって、そしてアメニティはポーラのアメニティになっています。はい、以上です。はい、ということでですね、なんていうんですかね、まあ確かに窓は大きくて、まあ眺望は悪くないとは思うんですけども、それ以外はですね、やっぱりちょっとベッドを含めて、まあ部屋はいたって普通だったかなという感じでございました。ね、チェックインの時のそのエントランスのロビー、そのクリスマスイルミネーションを見てですね、非常に期待が高まっていただけに、逆にちょっとね、そうなんだっていう感じはしちゃいましたですね。
もちろんね、僕らが泊まったのは普通のルームだったので、ツインルームだったので、スイートとかね、そういう風な上のクラスになるとですね、ビューバスとかもあったりするようなので、もっといいのかもしれないですね。まあ、とはいえね、このツインでも、まあ、3万円ぐらいはするので、そういう意味では決して安くないかなという感じではありますね。はい。ちなみにこのホテルはですね、まあ、大型のそういったシティホテル、リゾートホテルになってますので、中にはですね、それ以外にも、まあ、いろんなこう、宴会ができる会場があったり、まあ、結婚式ができたりですね、いうのもありますし、あとはすごく1階にはでっかいお土産屋さん、何でも売ってるお土産屋さんがあったりっていう感じでしたね。あとは、大浴場があります。広島温泉と名のついたですね、大浴場があって、こういった感じでですね、お風呂があるんですけども、こちらもですね、正直、もうなんていうかな、入り口のところのね、対応もこう、もたもたしてて、なかなか行列ができてたりとか、対応もあんまりいまいちでしたし、実際のお風呂もですね、せっかくね、景観が自慢のホテルのはずなのに、景観が見れない感じの露天風呂とかになってしまっていたので、こちらもちょっと残念でしたね。まあ、その代わり逆にこう、お風呂から上がったところのリラクゼーションルームっていうのかな、まあロビーがあるんですけど、そこだけが異様に綺麗だったっていうのが印象に残ってます。はい。あとは今回朝食付きのプランだったんですけども、朝食はの会場はですね、とても素敵でした。一番上に行ったんですけれども、まあそこからですね、やっぱりこう見える、海、瀬戸内海っていうのが本当に美しくてですね、特に晴れてたんですけれども、まあビュッフェ形式でいただけるんですが。まあ、正直味は、まあ普通だったんですけども、このね、景観というのはすごく良かったかなというふうに思っています。今回泊まらせていただいたお部屋なんですが、スタンダードツインというお部屋で、セミダブル110センチメートル幅の、ベッドが2つというツインのお部屋でした。食事が朝食バイキング、広さが23平米ということです。で、料金の方なんですが、ツアーだって組んだので、まあ、ホテル自体の値段はですね、いくらかって厳密には分かんないんですけども、通常2名3名前後なので大体そのぐらいかなと思います。選んだポイントは大型リゾートホテルだっていうことと景色が綺麗だっていうところですね。はい、ユッキーのレビューなんですけども、ということで料金の方はですね、ちょっと3万円ともし仮定するならちょっと高めかなと思ったら2とさせていただきました。で、部屋は3、設備はまあ一通りは揃っていたので4とさせていただきました。清潔さに関しては、まあ、年代の割に綺麗なんですけども、床のカーペットとかですね、ちょっと汚れがあったりしました。まあ、4とさせていただきました。お風呂はですね、まあ、大浴場はあるんですけども、さっき申し上げたような感じだったんで、3とさせていただいています。朝食に関しては、まあ、味は普通だったんですけども、まあ、景色が良かったんで4。で、サービスはですね、スタッフの、対応に関しては、先ほどのお風呂とか、その辺はちょっと微妙でしたが、まあ、朝食会場は良かったので、平均して3とさせていただいています。環境景観に関しては、とても良かったので4とさせていただきました。次に、良かった点、悪かった点なんですけども、良かった点に関してはここに書いてあるようにエントランスロビーの壮観なツリーと音楽、ロケーション、そして朝食会場の眺望、夜にお散歩したんですけども、ふ頭とかもですね、とても綺麗でした。で、お土産屋さんということですね。で、残念だった点は、さっき申し上げた大浴場、それからスタッフの対応、それからどうしてもですね、時代を感じてしまう設備とか、部分というのがございました。総合満足度ですが、Bとさせていただきました。悪くないが、積極的に進めるほどもないという形ですね。まあ、ロケーションとロビーは良いんですけども、まあ、昔だったらですね、素敵だったかもしれませんが、今となっては少し時代遅れのリゾートホテルになってしまっているなというふうに思っています。まあ、コスパを考えるとですね、そういう意味でおすすめとは言えないかなという形でございました。まあ、ただですね、まあ、エントランスロビーは綺麗で、クリスマスのですね、雰囲気を味わえるので、そういった目的であったりとか、あとはこの辺のエリアってあんまりこう、まともって言ったら失礼ですけど、いいホテルがないので、一度ですね、泊まってみるのもありかなと思います。それではまた。